84.4 FM 立川。皆さんこんばんは。もう立川周辺では桜の祭りもちらほらあるようでございます。監督、はい、金曜日ね、立川青年会所の皆さんとですね、はい、特番を見てね、やってましたね。ちょっと聞いてました、うん、ちょっとね聞いてましたよ。ちょっとだけ聞いていただいて、うん、ありがとうございます、はい、ね、園田監督はばっかりいてくださってね、はい、違います、ありがとうございます、仕事です、仕事です、本当にね、はい、一人で寂しかった、うん、あ、そうですか、お願いしますよ、そこら辺のところね、はい、ちょうどねこう、うん、土日で、うん、まあ今日が日曜日でしょ、はい、で桜祭りみたいなの、うん、ちょうど今の時期、うん、やるくらいみたいですね、うん、そうですよね、はい、武蔵村への会員さんの方がですね、うん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 、桜祭りぶらりウォーキングイン武蔵村山みたいなのね、うんうん、やるとか言って、あ、それは JC さんで やってる、そうそう、毎回やってる、 JC さんじゃなくてその武蔵村山市がやってんだけど、うん、JC さん関わってるね、関わってるということですね、で青年会議所の人たちっての、うん、要はそういうなんていうのが地域貢献みたいなのをしなきゃいけないみたいな、ね、なるほどなるほど、ところがあって、うん、イベントを、はい、主催する、うんうんうん、で例えば分かりやすいので言うとそのわんぱく相撲とかあるじゃないですか、うんうんうん、はい、ああいうやつね、うん、ああいうやつを全国で展開したりしてやってるっていうね、そうですか、普通だったらさ、でもその若手の経営者が別に地域貢献するよりも、うん、大体はほら若手のお姉ちゃんと遊ぶのが普通じゃないですか、あ、そうですか、銀座で遊びに行くとかさあ、なるほど、2代目のボンボンのね、うん、バカ息子みたいな、うん、そういうイメージがあるんだけど、そんなこと言っていいんですかね、意外にね、うん、みんな真面目だった、あ、そうですか、うん、理事長に至ってはね、うん、なんかすごいところの方でね、うん、3代目、なるほど、3代目 JSOULBROTHERS みたいな顔もね、シュッと、そう、クラーク・ケントみたいな感じの顔して、クラーク・ケント、クラーク・ケント、うん、分かった分かった、スーパーマンよ、うん、スーパーマン、ね、真面目な、まげ、はい、ね、黒縁の眼鏡かけて真面目な方でね、はいはい、ああいう方たちがね、はい、この立川の未来を作っていくと、うん、いうことで、やっぱみんなわんぱく相撲を出てるんですかね、いや出てるよ、それ当たり前じゃん、うん、お父さんみたいになりたいですそれ何、それ何、インタビューの真似なの、高花田ですいたね、そういうのあった ね昔のね、はい、うん、はい、そういうのありましたね、うん、だからそういう意味でですね、やっぱりその頑張ってほしいね、うん、立川の青年会議所、ね、うん、ぜひ頑張ってほしいですね、40歳までのね、うん、期間限定だから、はい、うん、そこまでに頂点を極めようというね、うん、そうですね、野望に満ち満ちた男たちが、昨日7人いて ね、はい、7人だね、ここのスタジオに、7人ですか、はあ、我々これ2人でねいるだけでもね、こう熱気が上がってくるような、こう、真っ裸で我々ね皆さんやっておりますけども、うん、ですね、この状態が7人だから、まあみんな裸だったわけですからね、脱いで脱いでしょうがなかった、あ、それ大変だ、もうグイグイですよ、もうみんなジョッキを開ける開ける、もう湿度が上がってしょうがなかったでしょうね、大変でした、はい、やっぱりね、うん、そういう意味でですね、こう若手、うん、ヤング経営者、はい、あ、彼ら楽しかったですね、うんうんうん、でそれはいいんですけどね、はい、何ですか、監督なんかすごいらしいじゃないですか、うん、何がですか、何がよ、映画が、うん、大ヒットしてるらしいじゃないですか。ああ、はい、はいはいはい。映画が、なんか最近ちょっとメールが入ってきたらしくて、はい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 、どこで今大ヒットしてるんですか。ウガンダ。ウガンダ、アフリカ。アフリカでね。アフリカで、はい、天使にアイムファインが。そうですね。じゃあもう監督がそこウガンダ語関わっちゃって。いや全然関わってないですけど。勝手にやってるみたいですけどね。いやいやいや。知らないところでヒットしてるって言われてもね。ちょっとよくわからないですけど。いやいや、はい、それ喜んでいいのか悪いのかわからないよね、うんうん。まあまあ、まあ嬉しいですよ。でも、そういうことを言われるとね。そうですかね。うん、やっぱりそのアフリカ中にですね、うんうん、園田監督の映画が広がるという可能性が出てきたということで。なるほど。まあでもね、うん、ウガンダ語だけだったらウガンダだけですよ。うん、そうですね。そんな感じですか、まあなんか何か克服かわかんないですけど今翻訳が進んでるみたいですね勝手に勝手にですけどこちらの、はい、知りません、あれもなく、はい、知りません、はい、一応権利者ですからね、そうだよ、はい、言った方がいいよそこら辺ちょっとウガンダの人たちに、まあまあ、いいですいいです、やっぱり、はい、オスマン3個あたり、はい、通して、うん、そうですね、ガツンと言った方が、あ、そうですね、そうですよ、もうでも
もうすごく国連にね、人脈のある、ある先生がいますからね。あ、そうですか、そういう方にちょっと頼んで拍車をかけて、なるほど、ね、ちょっと全アフリカを制覇するなんつうね、逆に、そういうこともいいかもしれないですね。やっぱりね、その天使系の映画っていうのはね、はい、結構こう皆さん求めてるかもしれないから ね、うん、ね、上から見てる人がいるっていうだけでですね、ですね、行いもですね良くなったりとかね、ちょっと身を正したりとかですね、はい、やっぱり、ね、愛されてたんだっていうね、そういうのをですねアフリカ中の皆さん感じていただいて、そうですね、で知らないうちに園田監督が有名になってる、いやいやいや、それはもう分かんないですけどね、そうなるのかどうか分からないですが、ウガンダで国賓級、そんなのどうでもいいんですけど、どうでもいいの、まあ、あの金よこせっつってんの、ね、金よこせ、違うよ、どうでもいいけど、メッセージがちゃんとね、伝わってくれればいいなとは思いますけどね、はい、メッセージって何なんですか、何その言い方、知らないけどメッセージ、なんだやるのか、すいません、なんだやるのか、素敵な映画だということは、私はもう、わかってますよ、素晴らしいです、わかった、なんなんだよ、わかった、いやいや、皆まで言うなということでございましてですね、というわけでございましてですね、どういうわけだ、皆さんこんばんは。昨年の4月から始まりましてですね、こちら丸わかりニュースへ、お相手はジャーナリストの藤井光彦です。そしてもう一人のお相手は映画監督の園田秀人です。丸わかりニュースウェイ、この番組は富士システムリンク株式会社、株式会社ユニバーサルコミュニケーションの提供でお送りいたします。この番組は国内の政治経済、国際政治、歴史問題、エンタメ情報などの分かりにくいところをできるだけ分かりやすく解説いたしまして、明日には仲間たちにうんちくとして語れるような内容を散りばめていくことを目指してまいります。時には豪華なゲストもお呼びいたしまして、ご解説をいただくこともあるやもいたしません。ぜひご期待ください。期待しちゃいますね、これは。いやいや、今日あたりなんかすごい人がいらっしゃるとかなんとか。いや、情報が早いな、監督は。今日はね、ゲスト、はい、慰安婦問題ね、我々もね常に取り組んでいる問題ではございますけれども、この慰安婦問題の言ってみれば、スペシャリストでございます。あの慰安婦問題というとね、一番大きくなったのはですね、ロサンゼルスのところにグレンデール慰安婦像っていうのがありましてね。そうですね、紙袋事件の、はい、紙袋事件は我々の方がやあれなんですけど、まあそっちじゃなくて、グレンデール慰安婦像が立って、でそれをですね、メラコイツ先生というですね、まあ立派な日本人の方、アメリカの大学の教授ですよ。そうですね、言ってみればその方はですね、そのなんていうのかな、自分はもうすでに定年されていてね、もう完全に退官されてるわけ、その南カリフォルニア大学をね、はいはい、でその中でですね、この慰安婦像をアメリカに建てること、自分も国籍もあちらですからね、それは許すことができないということでですね、資材を投げ打って、いや僕もちょっと一回話聞いたことありますけどね、スパゲッティを食いながらね、喋るいやもうすごく、ね、熱意のあるね、格尺とした紳士ですね。そうですよね、はい、かなりボリューミーなスパゲッティを ね我々食べた、食べましたね、あれはロスか、ロスですよね、ロスだったかな、いい、美味しかったですけどね、はいはい、あのメラ先生、あの方がですね本当に資材を投げ打って、はい、自分の自宅も全部売り払って、今回の裁判をね、されたわけですよ。そうなんだ、そうすごいね、それね3年前ですよ、うん、でそれがですねアメリカの方で全然こう相手にされないで、はい、本当にこう地方裁判所で負け、高等裁判所で負け、そしてですねその後なんと最高裁判所まで行くんですけれども、もうその高等裁判所の時点でお金が尽きてるわけ、皆様から集めた錠剤ね、それが1億円ぐらい集まったんだけれども、それは全部弁護士費用になくなっていくわけ、ね、一瞬でなくなってしまったわけです。そこでですね、もうそこで裁判をやめようやめようとメラ先生は思われたわけですね。それが昨年の11月ぐらい、この11月ぐらいにですね、その、なんていうのかな、もうこれ以上できないと思った瞬間があったらしいですね、はい、あ、そうですか。その後ですね、もう一回自分は最高裁判所まで弁護士さんなしでやるって決められて、なるほど、アメリカで弁護士さんなしでね裁判やることはほとんど不可能ですよ、そういったことをですね全部訴状を自分たちで書いて、それで最高裁判所まで行ったんですよ。はあ、
そしたらね、うんうん、なんと日本政府がそれに対してバックアップしてくれて、なるほど、日本政府は慰安婦問題は中国、うん、韓国のプロパガンダであるっていうのをちゃんと最高裁判所に提出したんですよ。なるほど。それまで何の見向きも我々が、ね、いくら活動しても出てこなかった。それまさにねメラ先生の熱意です。そうですよね。でこのねメラ先生を終始最初から最後まで、うん、もう判決出たんですけど、ね、最高裁で、うん、関わられて、うん、一生懸命ですねサポートしていたのがこの、うん、なでしこアクションの山本由美子さん。そうですね、うん、レジェンドですね。レジェンドですよね、はい、うん、慰安婦の、なんですか、女王ですか、なんか、なんか よくわかんないな。慰安婦の女王っていうのはなんかすごい悪いイメージがありますけど、まあ、まあこの情報に関して、うん、特にその世界でほら慰安婦像が立とうとしてるでしょ、うん、そういったものに関してその最新の情報が集まってくる場所がこのなでしこアクションであり、そのなでしこアクションのドン、うん、ドンなんですね。ドンが山本由美子さん、うん、ということで、はい、我々もね常にお世話になっておりましてですね、うん、襟を正してお待ちしましょうね。いやじゃあ厳しくですね、はい、今回もご指導いただけるんじゃないかなと、はい、楽しみにしている次第でございます、はい、さて、うん、監督ね、当然この山本さんのお話をお聞きする、楽しみでございますけれども、はあはあ、皆様方からのおはがきが、うん、もちろんですよ。この番組は頼りでございます。そうですよ。お便りの宛先でございます、はい、844@fm844.co.jp 844@fm844.co.jp までどしどしよろしくお願いいたします、うん、早速お手紙をいただいております。はい、はい、新しいメッセージということでねいただいておりまして、新しいメッセージ、ね、だからそこは読まなくていいんだよ。新しいメッセージ、うん、台湾の方ですよ、はい、台湾にお住まいの方、うん、それは新しいメッセージですよ。あ、古いメッセージ送ってこないです。先週はだからさ、うん、初めてということでねすごく嬉しかったわけですけどね、はい、この方からのまたいただきました、うん、園田監督、藤井さん、先週私からのメッセージを取り上げてくださりありがとうございました。あけみちゃんは元気にしていますよって言ってね。あけみちゃんって、ね、通訳ですからね、そんな深い意味ないですからね、あけみちゃんってね、はいはいはい、今年の6月に卒業予定で今就活を頑張っていますということですね、はい、飲み屋のお姉ちゃんじゃありませんか。違いますよ、日本企業にねなんか勤めたいみたいですよ ね、はい、さて今回はですね台湾を作った日本人についてメッセージをさせていただきますと、はい、おお、台湾を作った日本人、もう我々も結構ね、うん、台湾については調べてますから、そうですよね、知らない話じゃございません よ、うん、そうですよ。それで我々が知ってる話だったら、うん、もうちょっと困りますけどね、はい、その前に、簡単に私の自己紹介をさせそうですよ、だってこの人謎ですから。そうですよ、ね、現時点では、ね、はい、私は台湾カレンに住む日本人です、うん、ということでございますね、うん、なるほど、うん、9年前に家族全員で台湾へ移住しました、うん、今はカレンの歴史魅力を日本の皆さんにお伝えするため観光のご案内をしながら独自で研究所を立ち上げ、うん、研究をしています。また最近ではカレンにガイドブックも執筆出版させていただき、今はカレンの歴史に大きく貢献したイコール台湾の歴史に大きく貢献した2人の日本人についての本を執筆しております。すごいですね、研究所を作って文筆家であり、文筆家でもあるわけですね、はい、かっこ、うん、ちなみにカレン歴史街道の旅1は現在好評発売中です。宣伝よろしくお願いします。 Amazon から購入できます、買ってね。もう一度言ってみましょうかね、カレン歴史街道の旅1。カレンっていうのはね花にね、レンコンのレン、ハスの花のハスということでね、カレンというものですね、綺麗な名前ですね、はい、うん、さて本題でございます。世の中では台湾の近代化に貢献したのは児玉源太郎台湾第四大総督と後藤新平民政長官のゴールデンコンビと認識されています。認識されてないですね、世の中ではここまでも。それこそ知らないかもしれないね、うん、ここは、まあ詳しい人はこのぐらいまで言ってるかもしれないですけどね、まあ、言ってるかな、はい、しかし彼らが台湾の近代化に成功したのは一人の民間人である加田金三郎がいたからです。もうここに至っては、うん、もうほぼ知らないでしょうね日本人は。いや全く聞いたことがない、申し訳ございません。加田金三郎がいなければ台湾銀行も郵便も今の中華郵政も西部の鉄道道路網もできませんでした。マジか、インフラの父ってことですか。そんな方がいらっしゃるんですね、うんうん、そういえば先週新渡戸稲造の名前が出ていましたが、加田金三郎は東台湾開拓にあたって最初に新渡戸と会っています。
彼に適した農作物の助言を得ており、そこでサトウキビ、かっこ紅サトウキビと黄色タバコ葉を作付けしました、うんうん、さらに加田はサトウキビを使って台湾で初めての製糖工場、かっこ加田製糖場を彼に作りました。あ、すごい人ですね、はい、うん、これが後の、なんとか水なんとか水耕政党、今の台湾政党へとつながっています。すいません、なんとかこれちょっと読めないですね、うん、愛水耕なのかな、ちょっとすいません。さらに台湾で初めての日本人移民村である加田村もできませんでした、うん、これも加田っていうんですね、うん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 、加田村があったからこそ後の台湾初の国営日本人移民村、吉野村、豊田村、林田村、すべてカレンができたのです、うん、へー、これはもう東台湾っていうのはもう台風がねバンバン直撃するんですよ。あ、そうなんですか。だから台湾ってね、西側はいっぱい都市があります、はいはいはい、新幹線も通ってるのは西なんですよ。西ね、うん、だから東側はね、なかなか発展を、そういう気候がね阻んでたところなんですよね。なんかリア式海岸的なね、そう結構激しい、そうですね、自然環境が厳しいところですけど、なので、私は台湾の基礎を作り上げているのは加田金三郎であると申し上げます。なるほど、そうなんですね、これ新しいお話なんです。いや、実に勉強になりますねこれね、はい、うん、また日本統治時代、日本人が日本本土と変わらないうまい米を食べることができるようになったのは国田庄司という人物がいたからです。これ蓬莱米ね、有名な。マジっすか、うん、彼はカレンの地でインディカ米とジャパニカ米を交配させた蓬莱米の研究を磯永吉博士と共に行い完成させました、うんうん、この方なんだ、うんうん、さらに蓬莱米よりもうまい吉野一号を独自に作り出し、カレンの台湾の農業改革にも大きく貢献しました。また国田はカレンで初めてのコーヒー栽培を成功させ、カレンコーヒーの父とも言われています。うーん、すごいですね。この毘沙門太郎さんは、うんうん、確かコーヒーを売ってるか何かしてるはずですね、うん、マジで、多分この絡みじゃないかなとは思いますけど。ポジショントーク、これそうポジショントークなの。そういうことじゃない。そういうこと言っちゃいけない。国田は戦後も台湾との関係を深め、戦後初めて台湾バナナを輸入したのも国田庄司です、うん、さらに今の友好的な日台関係の礎を築いたのは台湾日本人の移民の皆さんです、なるほどね、うん、ははははそういうことなんですね。悲しいかな、台湾に日本人移民村があったこと。ちゃうんですよ、その赤ちゃんなんで。だからまあ相当それなりの決意というか、すごい決意で台湾でそのいい国を作ろうということで行ってるんですよね、うん、そういう危険を冒してね。風土病がね激しいというお土地から、うん、水とね風とかが良くないという ね、言われてましたから、ね、はい、うん、なるほどね。この毘沙門太郎さんのこのご見解ね、うんうん、これはこう我々もどんどん伝えていかなければ いいですね。ということでございます、さらにお手紙をいただいております、はい、この方も新しい方でございます、はいはい、藤井さん、園田さん、こんばんは。初めてお手紙します。ラジオネームエンピレオのアイスケベです。エンピレオのアイスケベアイスケベかな、スケベスケベだろうね。あ、スケベっぽいよね、はいはい、確かに。お二人に質問です。失礼なこと言うんじゃないよ。何言ってんだ。いや、分かりましたよ、この人物については。あ、分かったっすか、はいはい、まあまあ続けてください、はい、お二人にとって守りたいものって何ですか、うん、これから暖かくなってきます。暖かくなると変な人が増えてくるので、夜道には十分お気をつけください。お前だよ。またお手紙します、うん、ああそうですか。いや、この人物はね、あの他のラジオ局で、ちゃんと自分の名前を冠した番組を確か何個か持ってるんですよ。この人持ってるよね、番組ね。ミュージシャンですよ、この人。そうだよね、最近も湘南レイディオで、あ、そうですか、新番組が始まるって。あ、そうなんですか。あ、アイスケ君だよね。まあね、なんていうんですか、これなんとも言えない人ですね。私が昔芝居やってた時にね、はい
はい、一緒にやってた人間ですね。あ、はい、今度ね、うん、湘南レイディオでやるのね、はい、命の音っていうタイトルらしいよ、うん、あ、そうなんですか。なんか他のさラジオ局のこれ宣伝していいんですかね。いいんじゃないですか。いや、いいんですか。まあ、はい、後で怒られるかもしれないその時にはね、私もね平謝りですよ多分ね、丸分かりと、時間帯は丸かぶりですよ。あ見るんじゃねえそっちは。日曜日23時です。ふざけんじゃねえよ、ね、野郎そっちは見るんじゃないの本当にもう、はい、というわけでございまして、ライバル宣言ですか、うん、これ。はい。じゃあ、まあ、一回ちょっと呼びましょうか。もう来んじゃねえ、この野郎もうだというわけでございまして、はい、3つ目いきたいと思いますね、はい。どしどし行かないと終わりませんからね。うん、はい、そうですよ。ね、ユミコ様で行きませんから。なかなかお会いできない。うん、はい。ラッキーベルアットタイランドです。あ、どうもどうも、いつもありがとうございます。本当に襟を正して聞かないと、はい、裸ですけど襟を正しますよ、我々もね、はい、藤井さん、園田監督、いつも放送を聞いております、ありがとうございます。今回も日本でニュースにならない地域で気になったニュースです。つい先日ですが、ブラジル産の食肉不正疑惑がニュースになりました。 ありました、うん、ね、食肉の認可を賄賂で不正に認可させていた会社が発覚し、世界各国がブラジルからの食肉の輸入禁止にして、推定損失額は年間15億ドルになるとニュースになっています。1500億円、まあ、大した金額じゃないけどね。日本は不正のあった食肉会社だけを輸入停止しましたけれども、一部の国では全てのブラジル産食肉を輸入禁止にしているようです。なるほど。ブラジルの食肉輸出は総輸出額の 7.7% を占めていて、この不正疑惑で貿易や経済に大きな影響を与えると予想されます。南米はアメリカにとって裏庭に当たりますが、現在の南米はブラジルだけでなく、アルゼンチンやベネズエラ、コロンビアなど経済的にも軍事的にも不安定になりつつあります。なるほど、ね、日本にとっては遠い南米ですが、日本の一番の同盟国であるアメリカの不安定要素があるというのはあまり好まれませんし、中国が南米に接近しているのも不安定要素になると思います。なるほど、ね、ただ南米は日本人の移民などもありますし、今回のブラジルの食肉の件も分かるように、日本でも分かるように日本との縁や親交もあります。対中国でも同盟国アメリカに対するサポートとしても南米との関係の強化が大切と思いますが、いかがでしょうか。現在もの日本と南米の関係の考察がありましたらご教授お願いします。今回もリクエストお願いします。岡村孝子さんの夢を諦めないでお願いします。あ、いい曲また持ってくるな。ちょっとこれは日本人のかつての日本人の夢っていうことですか。いいこと、うん、よくうまい ね、 ね、このうまいですよね、やっぱり、うん、全てにおいて完璧というね、うん、素晴らしい、ありがとうございます、うん、はい、これね実際まあちょこっとね、うん、まあ、長く話すとあれなんですけど、簡単にお話しますとですね、うん、ラテンアメリカ自体は実際その、うん、ほとんどの国がね、うん、結構親日国みたいですね、なんですよ、うん、まあ、ブラジルには実際その親日国というよりも日本人がいっぱいいましてね、うん、ほら、ジャングルから戻った小野田さんとかね、いきなり行きましたもんね、はい、行きましたよね、うん、150万人ぐらいいるんですよ、うんうんうん、人口ブラジル人の中で日系人って、うんうん、だ全人口のまあ 1% ぐらいではあるんですけれども、うん、まあ、彼ら の、 そのブラジル社会の貢献はね高く評価されて、親日国であるのはよく知られてますよね、うん、はい、はい、であとはその調査したところ、ブラジルではですね、その日本との関係っていうのはどちらかといえば友好良好であると言ってるのは8割超えてる、うんうん、まあ、それぐらいですね、日本に対してのイメージはまあポジティブですね、まあ、海を渡った方々の功績ですね、よくね、うん、頑張ってくださったということですよね、うんうん、はい、あとそのペルーもですね結構、はい、親日国なんですよ、藤森大統領のね、そう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 、うん、あれもまさにね、うん、移民の、はい、あれ3世でいらっしゃるのかな、うんうん、そういった方もいらっしゃいますし、あとはですね南米の日系人といえばその、うん、いろいろなところでね、うん、ご活躍されてます。でチリもですね、うん、結構日本の武道とかがそうなんですか、盛んらしくてですね、ほら例えばなんとか柔術とかもあったでしょ、グレイシー柔術、うん、あれもブラジルとかだと思うんですけど、 そうかあれも結局柔術で柔道なんだけども、体術だよね、言ってみれば、あれも日本人がねガーッとこう広めたというのもあるし、空手も盛んだよね、ああそうですか、空手もそのなんていうのかな、ブラジルでできた空手の、あ、まあ極真空手でブラジル人多いですよね、ブラジリアンキックっていうのがあってね、うん、あこう一回蹴ってからこうもう一回こう
こう戻していく、三段蹴りみたいな感じなんですね、あれはそのブラジル独自の。あ、そうですか。足の柔らかい人じゃないとあれできないんだよね、やっぱね。そういうのはこうありましてですね、まあ、結構ね、まあ、体は確実に強いでしょうからね、日本人よりね。ほら、やっぱり血が混じってるっていうのもあるし、昔はさ、空手バカ一代とかで言うとね、ブラジルに行くとね、大山マスタス先生はね、カポエラに出会うんだね。カポエラ、やっぱりそのなんていうのかな、手をこう奴隷だから手を全部鎖で縛られてる、だから戦うのは足だけ、だから全部逆立ちしながら相手を倒すっていうカポエラっていう武術が。そうなんですか。それと対決する大山マスタス先生、そうですか。最後はですね、ブラジル人のその農場の娘と恋に落ちるというね、そうなんです、素敵な物語がございますけど、なことはどうでもいい、はい、なことはどうでもいい、どうでもいいですよ、どうでもいい、そんな話をしてんじゃない、はい、山本由美子さん行かないからこんなことしてるとね、はい、これ行かなかったら、かなりやばいですよ。やばいよね、怒られますよ。あのね、これ、実際にはですね、南米っていうのはですね、こう皆さんほとんどこの言葉知らないと思う。例えばね、ヨーロッパだとその EU とかね、あの経済共同体とかさ、あとそのなんていうのかな、アジアだと ASEAN とかってあるでしょ、じゃあ南米でこういうその関税の貿易協定みたいなのあるの知ってます、ナフタじゃないしね。違うんですよ、南米協定、これね、南米南部共同市場市場って言われてまして、メルコスールって言うんですよ。あ、それなんか疲れ肩凝った時にこうやって塗るやつですよね。それアンメルツ横横だから。いや、それはメンソレーター。メンソレーターとどっちも違うやないかよ。はい、すいません。すいません。分かりにくいんだよ。はい、すいませんでした。すいません、ごちそうさまですね、はい。はい、というわけでございまして、この南米、共同市場っていうのはメルコスールっていうのはですね、1995年ですから、今から22年前にできたものですね。言ってみればその関税を撤廃して自由貿易をしましょうという協定なんですけれども、これがですねできているのはですね、国で言うとね6カ国ね。アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイ、ベネズエラ、こちら全6カ国、さらに準加盟国がチリ、コロンビア、エクアドル、ガイアナ、ペルー、スリナム、6カ国と、であとはですねオブザーバーとしてメキシコとニュージーランドがいます。まあね、海を隔ててってことか。そうだから、こういう形でですね、言ってみればその貿易協定っていうのを結んでいるんですけれども、だいたいその GDP の合計はですね 3.4 兆ドルと言われてますね。 3.4 兆ドルってことはどういうことかというと300兆円かな、300兆円ぐらいということですね、で人口は、約2億9000万人という感じですね、まあ、そんなに多くない感じがしますよね。まあ、でもだいぶ、それはでも2億9000、3億近くいるわけでしょ、それはすごいじゃないですか。まあ、確かに ね、でこのメルコスールっていうその立ち位置ね、この関税貿易協定なんですけれども、こちらと日本との関係なんですけれども、対日輸入というのでいうとですね、日本にとってメルコスールは15番目の輸入相手国ですね。そうですか。で21番目の輸出相手国ということで、まあ、それほど規模としては大きくはないですね、で大体金額でいうと8900億円前後というふうに言われています。ですからまあ日本の GDP でいうとね、約 1% にいくかいかないかという程度ではあるんですけれども、非常にですね、まあ、これからねその南米が発展していくにあたってはこのメルコスールとどうやって付き合っていくかというのが非常に大事じゃないかなと思いますね。はい、まあ、全体の人口ラテンアメリカ南米でいうと全体の人口は大体ね6億人なんですよ。あ、全部合わせるとね、南米メルコスール以外も含めてね、含めてね、大体日本の5倍ぐらいの感じ。GDP は日本とほぼ一緒です、だからトータルの南米でいうと500兆円ぐらいなんですよ、トータルでいうとね、で平均所得はだいたい日本の4分の1ぐらいということですね、日本がだいたい430万ぐらいですから、まあ、それの4分の1ぐらい、ですね、でペルーもすごいんですけど、かなりこう盛り上がってるらしいんですけれども、GDP はだいたい23兆円、日本のまあ 5% ぐらいですよね。だからその国ごとに見るとですね、まあ、当然ブラジルとかメキシコがね、一番大きいわけですけれども、まあ、こういった国とどう言って付き合っていくかということで、まあ、
とにかくそのトランプさんになるまではね、うん、メキシコと一番うまくやってたわけよ、うん、自動車工場作ってさ、ね、あのいろんなね防石工場もいっぱい作って、うん、ユニクロとかもメキシコにね工場出したりして、うん、そうやってたんだけれども、それがトランプさん全部ひっくり返っちゃった、うん、いうことで、うん、そこがですね今もうはっきり言ってわけわかんない状態になってますね、うんうん、そうでしょうね、話を聞くと、うんうんうん、なのでこのメルコスールというか観点をですね皆さんもう一度覚えていただいて、うんうんうん、こういったその地域経済協定とどうやって、うんうん、付き合っていくのか、うんうんうん、そこをもう一回ねやっていく時期に来ているのかなということですね。そうでしょうね、はい、はい、うん、まあ、もっといろいろお話ししたいんですけれども、ね、うん、終わっちゃうのでね、うん、もう今30分喋ってる、はい、急げ急げ急げ、はい、うん、いきます、はいはい、パンツの買いっぱしりさん、おもらし監督こんばんは。あ、こんばんは。ひでえな、ひでえなこの人、うん、最初のお手紙で個人的には曲はいらないのでなどと暴言を吐いてしまいましたが、殺伐とした世界情勢の話の中、うん、ほっと一息をつくこのコーナーの重要さ、回を重ねるごとに噛みしめている骨太メルコですなんだこの人そこで初のリクエストとなる曲、うん、小林香織さんのウォークインザナイトをぜひお願いします。これどうしますか、かけますか、かけないですか、ね、最近増えてきちゃって、うん、曲が、うんうん、山本由美子さん推しじゃん、うん、無理今日は無理じゃん、そうです、無理、すいません今日はなしです、ね、ごめんなさい、またリクエストお願いします、はい、はい、さて今日のテーマは民主主義についてです、ね、重いんだよテーマがもう終わるかな、ね、これな、ね、メルちゃん節が炸裂ですね。いや、いいっすね、ありがたい、この展開がもうね面白いです ね、 ね、うん、今年は後期2677年で、うん、日本は世界で最古の民主主義国家と言われています。確かにその通りですよ、うん、その通りです、はい、最高権威である天皇は民衆の代表で民のために祈り、うん、国家権力は切り離して民の中から神を信任し政治権力を与えます、うんうん、八百万の神々がおられる日本は自然も民も神であるとの考えに、根付いています、うんうん、一方日本の10分の1以下の歴史からしかないアメリカは失礼なこと言うなこの人世界的に民主国家として知られているものの見せかけの民主主義とも言われています、うん、喧嘩売ってますね、民主主義をもとに憲法を作れば、うん、貧困層に圧倒的な数で負ける富裕層が不利になります。憲法作成当時の議員は富裕層しかなれず民主主義に制限をかけました、うん、つまり富裕層を守る憲法の始まりで富裕層は支配者へと変貌します。なるほどね、うん、なるほど。それでも1950年代までは金融規制があり製造 28% に対し金融 11% とバランスが取れていました。細けえな、すごいですね。無償の公的教育も活発で高い教育が誰でも受けられました、うん、ところが文化が発達すると1960年代、民主化運動が活発になり黒人女性の権利、反戦、侵略批判、環境問題など市民活動の流れはとどまることを知らずパワーを増し、それは富裕層への脅威となりました。1970年代より経済の再設計が図られ、1990年代には金融規制等が撤廃され、それに伴い複雑な金融取引、通貨操作も行われ、倒産が相次ぎ、これは2008年のリーマンショックまで続きます。これアメリカ史の授業を受けてるんですか？2007年の企業内総利益のうち 40% は金融というところまで膨れ上がったのです、うん、これ確かにでも重要な観点ですね。そして民間企業の失敗を政府が救済するという事態が起こりました、うんうん、つまり富裕層の失敗を貧困層が助けたという形です、うん、1970年代から企業によるロビー活動、メディアによる貧困層への洗脳も活発に行われ、99% の貧困層、 0.9% の富裕層、 0.1% のスーパー富裕層という構図が出来上がりました。そしてその構造はアメリカから徐々に日本人に入り込んでいます、うん、支配者にとっての理想の貧困層は貧困に気づかず、政治にも関心を示さず、世の中の仕組みにも疑問を持たず、従順に納税し、何も考えずに消費を繰り返し、遺伝子組み換えや添加物まみれの食事でゆっくり病んでいき、医療と保険に金をつぎ込み、年金をもらう前にぽっくり行くことです。すごいね。1960年代の民主化運動のように市民が声を上げグローバル化を阻止し、世を動かさなければならない時代が来ました。あ、来ましたね、来ましたっていうね、うんうん、まあ、確かにその通りですよ。現在我々はネットを通じることによりメディアの一方的な情報ではなく360度の情報を得て参加もでき、それらを瞬時に拡散することができます。イギリスは EU に離婚状を叩きつけました、うん、今こそ本来の日本の民主主義を取り戻す時期ではないでしょうか。ようじゃねえよ
最後にハワード・ジンの言葉で締めくくりたいと思います。締めくくろうとしてますけど、なんか国連の演説かなんかですかこれ。締めくくろうとして、重要なのは名もない人々の数えきれない小さな行動の一つ一つだ。それらが歴史的な出来事の礎となる。人々が過去をそして未来を動かしていくんだ。素晴らしいですね。藤井さん、園田監督の考える本当の民主主義とは何か、取り戻すには何をすべきか、ご意見を聞かせてください。超おまけなんですけどここおまけなんですけど、この演説はちゃんと皆さんでね読んでほしいですね。でもすごい、あの正しい歴史認識だと思いますよ。ありがたいことでございますね、本当ね。もうあの本当の民主主義、一言だけ、やっぱり神様がないとダメだと思います。なるほどね、うん、あの日本にとってもそうですし、あの聖徳太子の時代もそうだし、確かに、キリスト教もそうですけどもね、あの神のもとの平等っていうのがね、やっぱり、ね、実は、根底にありますね。そうね、はい、やっぱりその信じて仰ぎ見るものが天にあって、ね、うん、目に見えないものが存在して、うん、はい、尊いものが生きとし生けるものを育んでいるというね、うん、そういう基本的な考えがあって、うん、民主主義っていうのはあるんじゃないかな。 それがないと倫理とか道徳は育たないんでね。そうですね、うん、ただ道徳じゃないんだよね、はい、道徳の上に何があるのかっていうのを少しね、はい、皆さんも考える時期に来ているのではないかということなんですな、ね、というわけでございまして、はい、はい、山本由美子さんのところに、はい、あと24分ございますか。十分でございます ね、 すね、はい、はい、ということで、こちらの方でですねご連絡をしてみたいなということでございます、はい、というわけで監督、はいはいはい、早速ですね、こうお手紙を全部ね、読まさせていただいた後に、ついに、はい、レジェンド登場ですね、はい、ということでございまして、ご紹介させていただきたいと思います、はい、なでしこアクションの山本由美子さんです。はい、こんばんは、はい、こんばんはですか。こんばんは。はい、どうもすいません、こんばんは。いえいえ、この番組にお越しいただいて、はい、ありがとうございます、お呼びいただいて。はい、あの山本由美子さんといえばですね、はい、まさにその慰安婦問題のエキスパートそうですね、エキスパートというか、うん、まあこれをずっとここ、うん、7、7年ぐらいですかね、取り組んできてます。いつの間にやら7年経って、7年になりますか。なので、うん、7年ですね。すごいですね、はい、飽きないんですか飽きないですねすごいですよね、その熱意たるや、いやいや、まあ、いろんな方がね、うん、あの協力してくださるので、で、まあ、いろんな展開もまたありますのでね、あの途中でちょっとここではやめられないなって思いつつ時間が経ってしまいました。いや、本当素晴らしいね、ご活動されてらっしゃるんですが、はい、山本さんね、そのなんて言うんでしょうかね、この7年間ね、はい、この慰安婦問題に関わることができたその一番の原動力っていうのは何なんでしょうね。原動力はやっぱりあの、まあ、嘘の放置は許せないっていうのと嘘ね、はい、誤ったねことが広まったままであるのは、うん、まあ、今後のためにもね、我々の子どもたち孫とかね、その先の日本のためにも、まあ、世界大きく言うともう世界友好のためにも、うん、あのこういうことでごたごたするのは良くないっていう思いと、うん、あと特にあの数年前から海外における慰安婦問題っていうのが出てきましたので、うん、海外ね、その現地におけるあの日本女性から、うん、あのまあ頑張りますとか頑張りましょうとかね、頑張ってくださいとか、まあ、いろいろ、うん、あのご連絡いただいたりするので、うん、まあ、一緒にあの、ね、これからの日本のためにもやっていきましょうという気持ちになりますよね。山本さんね、もともと2010年に始められた、2010年でしたっけ、11年か、震災の年と覚えてるのでね、11年ですね、11年の、はい、年末ぐらいですか。そうですね、うん、11年に入って細々と、いや、その頃って、はい、実際にその慰安婦問題っていうのは完全に言ってみればその政治家も関わらないじゃないですか。そうですね、関わるとそれこそなんか辞めさせられるような、うん、なんかそういうことに追い込まれたりとか、うん、足元救われてたよね。救われてますね、出ましたね、うん、なんかちょっとそこに関わると
恐ろしいことが起こるみたいな政治家にとっては。そうそう。で、うん、しかもさ、その、はい、保守言論人だって、はい、慰安婦問題に関しては、はい、言ってみれば及び腰だったですよね。そうですね。特に、まあ、いわゆる言論人っていう方は男性が多いですよね、うんうん、でやっぱりこれ女性問題ですので、そもそもはね、そもそもは女性問題なので、うん、男性はあんまりちょっと言いにくいところがあったと思うんですよ。で言った途端にキーって怒られちゃう、うん、あ、女性からですかそれは、うん、あの、うん、まあ、慰安婦問題の、うん、慰安婦を支持する方ね、うん、まあ、私たちも別に慰安婦を否定してるわけじゃなくて、うん、それにまつわるお話の嘘はダメですって言ってるだけで、うん、そこがね、あの、難しいと、じゃ男性にとっては口にしにくいところだったと思いますね。でもね、その2011年ぐらいに初めてそうやってその、はい、国会の近くでね、デモをされたんでしたっけ、はい、デモって言いますかね、まあ、これは外務省の前だったんですけれども、外務省前なんですね。はい、あの、これはね、2011年だったか2年だ、あの、要は韓国の大使館前に慰安婦像が立った 日ですね、はいはいはい、12月14日ソウルね、はい、ソウルの、うんうんうん、あれが、あの、いわゆる水曜デモって言って、はい、あの、ソウルの日本大使館前で日本は謝罪しろって毎週水曜日に、あの、今慰安婦、あちら側で慰安婦を支援している人たちが日本政府を糾弾するデモを毎週水曜日にやってたんですね。なるほどね、水曜日。それの、うん、はい、それのちょうど1000回目だったんですよ、うんうん、なるほど。で1000回目を記念して日本でもやることになったんですねふざけたやつらですね、 あの方々が、うん、しまない。でそれで私はこれは放置し、うん、勝手にやらせておくのは、うん、もう一方的な主張だけが通ってしまうので、うん、それは良くないと思いまして、まあ、あの、あちら側が外務省を取り囲んでね、人間の鎖をするっていうことだったので、うん、なるほど、まあ、人間の鎖を切るわけにはいかないのでね、うん、それは喧嘩になるので、うん、そのちょうど道路を挟んだ向かい側で、うん、じゃあ女性が集まってね、うん、あの、その慰安婦問題はいいけれども、その嘘はやめろということを皆さんで主張しませんかって声をかけたら、うん、すごい何百人も集まってくれたんですよ、女性が。え、女性が集まったんですか、そこに。そうなんです、そこに女性が集まったんです。何それ。あの、その時にその行動自体をなでしこアクションって私が勝手に名前をつけたんですね。あ、その時のアクションがなでしこアクションっていうアクションだったんだ、はい、そうなんです。まあ、そこからそのままなでしこアクションっていう名前が覚えやすいのでそのままつけたんですけれども、要はその日本の名誉を貶としめるようなその嘘の話に基づいて日本政府に謝れとか謝罪を求めろとか、そしてそれをまあそれこそ国連とか海外に広める、そういうことはやめてくださいと、それを訴えましょうと、皆さんにそれこそネットでね、ツイッターとかそういうので声をかけたら、その200人ぐらい集まってくれたんですね、女性が。すごいですね。自然発生的にだから女性をが集まってきたっていうのがなでしこアクションなんですね。そうなんです、うん、だから別に組織動員も何もなくて、当日何人来るかわからないけど、とりあえず私はあのプラカード持ってきたっていうすごいですね、その行動力数名いたんですけどね、確実には5名ぐらい来る予定だった、うん、5名まだ読めてたというねそれが200名いらっしゃったと。200名は読めてなかったですね、いや、そういうその、うん、要はね、例えばこういうその活動とかさ、その、はい、なんていうのかな、プロジェクトっていうのは、はい、言ってみればその今まではそのね、はい、特に保守系の団体に関してはですけれどもね、はい、その男性がいてさ、うん、その人がトップでいて、はい、でその人がお飾り的にさ、はい、女性をなんかこうお役につけて、あ、そうですね、でこの人をなんか盛り立てるみたいなさ、はい、そういう形が多かったと思うんですよね、はい、あったとしてもね、はい、それが本当の意味で女性がそうやってこう自然発生的に集まるような運動、うんうん、はあ、まあ、これは本当に皆さんこの問題では怒ってたんですよね。いや、そういうことですよね、うん、これおかしいと、うん、だからといってどこに行ってあの文句を言えるわけ、文句っていうか主張できるわけでもないっていうところで、まあ、じゃ あ, あのこういうのがあるから行きましょうと思ってくれた女
性が、うん、地方からもね、その時大阪だったかな、なんか地方からも結構地方から仕事休んでってことね。はい、あ、2011年12月14日です、今確認しました。すごいね、喋、はい、りながら何ネットまで駆使してんの。あ、そうです、そうです、すごいリテラシー高いね、はいはい、さすがですよね。ありがとうございます。大先輩でいらっしゃいますけど、はい、ですね、あの、はい、そういう形で、まあ、言ってみればその海外の、はい、その慰安婦像がね、その、はい、総理に立ったということで、まあ、一つのなでしこアクション、はい、誕生のきっかけですけれどもね。そうですね。それからですね、はい、まあ、政治家は相変わらずずっと動かないままだったじゃないですか。そうだったですね。ね、もうすでに謝ってますとかね。2013年の時なんてさ、あの橋本さんがさ、あ、はい、ちょっとこう言っただけでさ、はい、叩かれてたりしてさ。そうですね。まあ、そういうのはずっと続いてたじゃないですか。続いてもうずっとそうだったですね。あの、なんか言うと叩かれてましたね、政治家がなんか、ね、だからその中で、ね、実際ね、その動きの流れが変わったのはまさにその2013年の7月かな、うん、アメリカのその、はい、ロサンゼルスのグレンデール市か、はいはい、市ですね、そこに慰安婦像が立ったと。立った、はい、でこれはもうあの結構いろいろね批判はあったにせよ、なんだかよくわかんないけど、はい、立っちゃったじゃないですか。そうですね、これはねもうずっとその年に入ってから、うん、2013年の7月に立っちゃったんですけれども、うん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 、その年に入った頃からも計画はあったんですよ。もう情報入ってた、情報入ってて、もうあの3月ぐらいから、うん、あの政治家にはこういう計画があるので、うん、もう止めてくださいってあのしょっちゅうファックス送ってたんですね、その前の段階から。なでしこアクションとしてやってたんですか。うん、そうなんです。で今で言うと、もうその現地の方々と連絡取って、うん、で政治家に、まあ、議員さんに保守系、いわゆる保守系の政治、うん、あの議員さんに情報は流してたんですけど、なんか、なかなか動かなかったですね、その時は。結構陳情にはいろいろな政治家、まあ、言ってみれば保守のね、そうです、関わりそうな人。そうなんです。で問題だっていうのはその政治家の方々も分かってるんですけれども、だからといってどうするっていうとこまでは、まあ、結局ね立ってしまって、これ、うん、あの立った頃にちょうどね参議院選挙があったんですよ、7月に。なるほど、はい、うん、でやっぱり政治家の議員さんの方々はもう選挙があるともうそれだけで、うん、何もできなくなってしまいますので、慰安婦のこととかね、うん、絶対言えないよね。そんなこと、そうそう、言えないし、うん、動けないしっていう、まあ、そういうあんまり良くない条件がいろいろ重なって、まあ、立ってしまったのが2013年の7月に慰安婦像ですね、ついに立っちゃったということですね、うん、あのソウルの大使館前にあるのと、うん、大使館前にあるのと同じ像ですね、が初めて立ってしまったと。だからそれに関してですね、山本由美子さん本当にこう激烈にこう活動されましたよね。そうですね、この時はもう本当にね許せないと本当はあの皆さんに呼びかけて、それこそメールを送ってください、お手紙を送ってくださいって呼びかけて、もうしつこいくらい多分ねもう嫌だっていうくらいメールが届いたみたいなんですね。だグレンデール氏に対してね、グレンデール氏に。そうなんですよ、多分ねもう本当にね鬱陶しくて嫌だったと思うんですけれどもでもそうでもしないと日本人がこれだけ嫌がってるっていうのは分からないですよ、うんうんうん、理解ができなかったわけですね、彼らはね、うんうんうん、なんでねかわいそうな女性のためにね、かわいい女の子の記念碑像を建てるのに、なんでこんなに反対するんだろうと思ったと思いますね、最初はね、うん、いやでもね、その山本さんがいわゆるその海外のその慰安婦像とか慰安婦碑ね、はいはい、それに対してどうやれば、はいはい、その人たち、その建てようとしている市であるとか、はい、行政であるとかね、はい、グループ、その人たちにどうやってアクションを取ればいいのかっていうのは、今まで日本人、はい、うん、女性、うん、誰も知らなかったのよ。ああそうですね、そうですね、我々特に海外のどこどこに抗議するときはどうしたらいいってね、分かんないですね、分かんなかったじゃん。うん、でそれこそ、うん、文章一つ書くにもそうだよ、あの英語だし、うん、
なただ反対って言っても意味わかんないし、やっぱり一応経緯を書かなきゃいけないし、理由も書かなきゃいけないし、そうだよっていうんで、まあ、私も手探りだったんですけど、うんうんうん、でも後になって調べてみると、うん、こうアメリカなんかではこう一斉にファックスとか一斉にメールしましょうとか、うんまあ、同じようなことやってたんですね、私がたまたまやったことと。そうなんだ、うんうん、それは市民運動としてっていうこと、あの政治運動としてですね、政治運動としてね、うんうん、あやってるんだね、うん、だからまあ同じだなと思って後からね気がついたんですけど、だけど、うん、そのなんていうのかな、うーん、日本人ってやっぱりその奥ゆかしいところがあってね、はい、うん、そういうのをその海外でやれないっていうのを見越して、おそらく中国とか韓国はやってきたと思うのね、はい、やってきたところもあるでしょうね、おとなしいですからね。それで特に、うん、その頃は日本人の団体ってないかったんですよ、いわゆるこういうのに反対しましょうっていうちょっと政治的な、ね、スタンスの団体はない、今でもあんまりないですけれども、大体さ海外に行く人ってほら駐在員が多いからさ、そうです、2、3年したら戻る体でいるから、で地元でに長く住んでる人は例えばの、うん、アメリカの方と結婚した日本女性で、うん、もう地域にもうすっかり溶け込んで仲あの、ね、皆さんと仲良くしてるけど日本人としてはポツンとそこに一人だけ住んでるとか、うん、まあ、そういう方が多くて、あと日本の団体で言えば例えば日系人会とかそういうのはありますけれども、うん、基本的にこうあの交流会だし、うん、そういう政治的な発言は絶対しないところなので、うん、まあ、しちゃいけないという雰囲気もあったんだろうね、しちゃいけないという雰囲気、うん、もう政治的な話は全然ダメ、うん、っていうので、まず日本人で反対するグループっていうのはまずなかったんですね、その当時は。そうか、うん、ね、だから現地で反対の声も上がらず、うんうん、だからやっぱり日本からでも、もちろん現地の人でもとにかく反対ですっていうことを言わないと分かんないので、うん、っていうので始めな、もうしつこくやってましたね、いろんなところ。いやいや、だからその一番最初ね、それを始めた頃、はい、夕刊富士にね、はい、あれも乗ったんじゃないかなと。あ、そうです ね、 ね、はいはい、乗ったことありましたね。そうですよね、だから、はい、私もちょうど同じ時期だったと思うの で、 で夕刊富士デビューっていうのはすごい鮮烈に覚えてるんですけど、あ、そうですか、山本由美子さん、はい、結構かっこいいなと思って、いやあれだったんですけれども、うん、だその頃にいわゆるそのやり始めたスタイルが、はい、いわゆる我々普通にね、いろいろな団体ができるようになってきたのは、はい、まさにその山本さんが作った、まあ、なでしこスタイルなのか、はい、弓子方式なのか弓子メソッド、まあ、弓子メソッドだって、弓子メソッドだって、メソッドだって、権利主張してさ、お金もらったらいいんじゃないのフランチャイズかなんか、寄付はありがたくいただきますけど、ね、はい、ね、でもそれぐらいそのなんていうのかな、海外に向かって我々日本人がアクションする時のスタンダードモデルになりましたね。そうですか、もう皆さんどんどん真似していろんなことを主張してほしいですよね。すごいと思うわ、うん、でね、そうやってやってるうちに、うん、海外の人から、うん、いろいろメッセージとか連絡とかいただくようになって、うんうんうん、それでまあ、いろんな海外、例えばオーストラリアとかカナダとかでも現地で仲間を作ってくれる人たちが出てき始めましたね、ちょっと前からね。だからオーストラリアなんて、その山岡哲秀さんなんてね、そうですね、今ご活躍されてるけど、そうですね、ジャパンコミュニティ、オーストラリアジャパンコミュニティネットワークっていう、現地でグループ作って、現地でやっぱり現地の人がやっぱり動くのが一番いいのでね、外からいろいろ言うよりは。今だってその JCN なんてね、結構その頑張ってるけれども、うん、あ、もうものすごい、最初の頃はほら山本由美子の手取り足取り体取りって言われてる、それぐらい丁寧にご指導されてたけど、ね、山岡さんとはもう一番最初の頃から連絡取ってた方で、まあ、彼はすごい行動力がありますのでね、現地ですぐ仲間を集めてっていうのをやってくれて、素晴らしいですよね、そうやって広がるっていうのはね。叱咤激励もされたんじゃないですか、相当。いやいやいや、厳しい無知でプシッいやいやいや
とね、まあ、でもそういう中でですね、まさにその監督ね、はいはい、そのグレンデール裁判っていうのがですね、うん、2014年から始まるわけですよね、はい、はい、これはそのグレンデールの慰安婦像を撤去しようということで、うんうん、南カリフォルニア大学の元教授であられたメラ光一先生が、はいはい、あの資材を投じて始められたと、うんうん、そうですね、まあ、皆様からのご寄付が、うん、あのほとんどですけれども、うんうんうん、まあ、それだけじゃ裁判費用というのは非常にかかりますのでね、うん、あのメラ代表もかなり出してそうです、ね、中で進めてきました。いや、これがね、本当にその、はい、言ってみれば初です、世界初、うん、その慰安婦像撤去訴訟ですよね。あのそうですね、日本、まあ、少なくともアメリカで日本人が、うん、まあ、日系人にあた、あのメラスさんはアメリカ国籍を取ってますので、うんうん、まあ、日系人なんですけれども、うん、そのこうやって日本の名誉のために最高裁まで行ったっていうのは、うん、おそらく唯一初めてのケースじゃないかと思います。初めてのケースのはずです。いや、これは本当にすごい行動力ですよね。そうですね、あと行動だけじゃなくてやっぱりこれはね、うん、あの非常にやっぱり裁判ですので、うん、頭が良くないとできない。はっきり言って、なるほど、ね、私はね、うん、そばであのやり取り見てて、分かったような分からないようなっていう時もあります。要はね、裁判なので裁判の言葉日本語でもよく分かんないのに、英語だし、うん、難しそうですね。はい。だからやっぱりこれは ある程度知識がある人じゃないとやっていけないと思いますね、正直。でもね、この裁判の中で 最後 の, その最高裁の時にね、はい、なんとあの冷たくずっとしていた日本国政府が、はい、政府が、はい、コメントを出したというお話がありました。そこらちょっと詳しく教えていただけますか。これ、ね、コメントといいますかね、我々が裁判、アメリカの連邦最高裁、これワシントン DC にあるね、はい、あのワシントンのあそこの町にある最高裁に、あの請願書を出しました、うんうん、でその 出すのを受け入れるか受け入れないかっていうのは、うん、あの受け入れられる確率はもう本当数パーセントなんですよ。なるほど。でも、まあ、とにかく主張するためには出すと。お金を節約してでも、もう一生懸命作って出しました、はいはい、ただそれはね、やっぱり日本政府がそれを支持しますっていう意見書を出してくれると、うん、もう全然意味が違うんですよ。そうですよね。で、我々この団体が、原告が勝手にあんたら言ってるんでしょってことになりかねない、うん、もう一応本当に細かく説明はしてはいるにしろ、うんうん、訴状に、ね、いっぱいいろいろ資料は載せているにしろ、うん、これは日本にとっては外交問題ですと、慰安婦問題は、うん、とか書いてあるんですよ。すげえ。でも外交問題ですって書いてあっても日本政府が何も言わないじゃないかってことになるの で、うん、でそこでもう日本政府にもぜひね、我々を支援する意見書を出してくださいって、まあ、お願いして、そう、まあ、なかなか難しいだろうなとは思ったけれども、うん、結局出してくれて、うん、動かないって言われる外務省がですね、うん、動いたというね、出してくれて、でその意見書の内容がまた、これまで日本は謝ってます、すいませんってばっかり言ってきた日本政府がですね、うん、この慰安婦問題っていうのは日本と韓国の政治外交問題ですと、うん、アメリカもそこを邪魔しないようにっていうか、それは日韓合意とかでアメリカもこれがうまく収まるようにね、最終的不可逆的に解決するようにアメリカもその間に入ってやってきましたと。ああ、ね、そういうものに、山本さんすいません、グレンデールが時間になっちゃいました。あ、時間になっちゃいました、はい、ということでね、日本も動いたということなんです。いや、これをね、山本さんとかその梅田先生とか細谷清さんがやってくださったということなんや、日本の名誉誇りにかけてやっていただいた、はい、本当ありがたいですね。そうなんです。ちょっとまたぜひ詳しくまたお話を聞かせていただきたいと思いますので、はい、すいません、またどうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。すいませんでした。後で謝ります。どうもありがとうございます。ございます。はい、では失礼いたします。山本由美子さんでした。ありがとうございます。はい、監督、はい、お便りの宛先でございます。は
844@fm844.co.jp 844@fm844.co.jp までどしどしよろしくお願いいたします。裁判には、結局勝った負けた負けた、はい、それでは丸分かりニュースへ、また来週この時間この番組でお会いできることを楽しみにしております。お相手は藤光彦と園田秀人でお送りいたしました。おやすみなさい。おやすみなさい。